ようこそみなさん、こんにちは。これから始まるキュートタイムです。はい、どうもみなさん、おはこんにちは。はい、キジサックこと三遊亭キュートでございます。今日もスタートしました。キジサックのキュートタイム第2回目でございますね。はい、嬉しい感じでございます。今日のオープニングもやはりこちら。はい、ミュージカルラコ各曲集の中からようこその歌でお届けしておりますね。 はいはいはい。今日は2回目ということでですね。えー、あ、どうもおはようございます。どうも。ねこの10時半スタートっていうのはですね、あのー、おはようでも行けるし、こんにちはでもこう、両方いけるっていうですね、えー、そういう、微妙な、あ、時間帯でございますね。もう11時になったら、やはりさすが、にね、やはりこんにちはじゃないかと思いますね。まあ、芸能界はですね、こう、 いつあっても、こう、夜遅くあっても、おはようございます、なんですね。え話、ー、で、話し家の世界はですね、ちょっと違うんですよ。ね、えー、話し家の世界はいつあっても、ご苦労様です、なんですよ。ご苦労様、えー、ご苦労様ですって言うんですよ。えー、あの、だから、講座こう、上がっていく人にも、ご苦労様ですってこう、送り出すんですよ。ね、えー、私も、あの、家にこう、なりましてね、楽屋でみんな、ご苦労様ですご苦労様ですっていうのをこう、聞いててね。えへっ。 マジって思いました。だってね、話しかなる場合は、なんか、ご苦労様ですっていうのは、なんか刑務所から出てきた人を、ご苦労様ですって迎えるみたいな感じでね、なんかそっちの世界に近いんじゃないかとか、なんか思うような感じでね、面白い感じでございますけどもね、はいはい、えー、さっき言ったタイムでございますね、えー、今日はですね、 えー、まあ、ああ、昨日に続きましてですね。あ、おはようございます。ああ、どうもありがとうございます。ああ、あ、のなさんありがとうございます。おはようございます。で、ね、えー、ケ様ありがとうございます。はい。えー、さてですね、えー、今日のコーナーの売りでございますが、えー、はい。ちょっとご覧になっていただきたいと思いますですね。昨日ね、あのー、絵本をね、読んでみたんですけど、やっぱり絵本をこう、こういう、えっ、ー、と、要するにですね、今日、読む話となって、 火曜日のご馳そうは、引き返るっていう、この本を読むんですけど、まあ、昨日の感じでいくと、まあ、あ絵本なんで、まあ、こういう感じで、まあ、こう読んでたんですけど、これ、やっぱりね、えー、こういう、あのね、ネットでやる場合に、やっぱり、この、紙芝居がいいな、と思ってね、えー、でも今、図書館全部クローズなんでね、じゃどうしようかな、と思ってね、えー、自分でこの、絵描いたんですよ。 <laughs> ちょっと時間かかりました <laughs>。え、ちょっとご覧になってください。はい。はい。え、はい、こういうね。えー、ちょっとね、えー、暗いですかね。こう、こういう感じ。こういうぐらい。こういう感じでいいのかなこういう感じでいいのかなはいはいはい。これ、こ最初スタート。これぐらいでいけるかなうん。みんな見えるみんな見えますか見えますかああ、ね。あ、みよみまるさんもどうもおはようございます。どうも。見えますね。まあ、こういう、こういう感じでね。まあ、僕ね、絵、えー、うまくないんですよ。ね <laughs>。 下手くそです。下手くそです。<laughs> ううんか、なんかね、自分でなんか書けって言ったらもうなんか本当こう、小学生が書くような感じなんですけどね。ただ僕はね、こう、例えばこういう、こういう絵があったら、あの、その、なんか見ながら、模写す、見ながらこう真似るっていうのはね、結構上手い方なんですよ。ですからですね、先ほどの、おあれですよ。この、見ちゃったやつはここなんですよね。ここ。えー、っと、この絵なんですよ。 この絵ね。この絵。この絵を見て、下からなぞったわけではなくて、見て描いたんです、これ。こういう感じですよ。<laughs> なんとなくね、なんとなくいけるでしょ。で、ちょっと違うのは、はい。後ろの暖炉の上にですね、ピカチュウが乗ってるんですよ。<laughs> はい。で、このピカチュウの横、ここ、はい、ここはね、 まあ、短いんですけど、私の手ぬぐいのね、えー、なんかちょっとこうね、こう、なってますけどね。まあ、こういう,う、ちょっとやってみて、まあ、これに、まあどうなるか。まあ、これはちょっと後半のーコーナーでございますけどもね。えー、まあ、お楽しみいただきたいと思いますね。えー、まずはね、えー、フリートークのーコーナーでございましてですね。フリートーク。はいえー、昨日もね、喋らせていただきましたが、あの、NHK の朝ドラ。 はい。もう全部ね。私も何年かずっと見てましてですね。あのー、ひよっこなんかは。 あ,あれはまあ、オリジナルの話じゃないんですけど、ひょっこなんかも、初回でも号泣しましたよ。ああ <laughs> ありがとうございますサンキューありがとうございますはい、皆さん。あのー、これで皆さん無料なんですよ。皆さん無料なんですよ。YouTube っていうのはね。無料でね。で、こうチャット、こうチャットタイルでございます。チャットできるためには、無料なんです。無料のアカウントが一要なんですよ。ですからアカウントを作っていただいて、そんな手間はかかりませんから、作っていただいて、で、えー、作っていただいて、さらにこの、 投げ銭システムがございまして、えー、投げ銭で、あのー、私を支援していただくっていうね、あのーえー、やってくれてありがとうみたいな感じですよ。ね、えー、これ、これが私の現在の収入源でございますから、よろしくお願いしたいと思いますね。ありがとうございますえー、ね、ピカチュウもね、えー、書きましたけど、えー、でまああの、ひよっこですよ。ひよっこのやつはもう初回から号泣。だって、戦後ですよ。戦 戦争が終わって、もう戦争孤児が、あ引き取られて、こう、北海道に行くっていうの、それだけでもう、号泣しちゃうというですね。おそういう今、今回がエール始まったばっかりですけど、うん、面白いですね、えー。面白いっていうか、時代がまあ、大正時代から今、昭和3年うんとか4年ぐらいの話なんですよ。あの、この時代、僕、生きてるわけじゃないからね、知りませんよ。知りませんけど、 いい意味でふざけてるな、こうね、えー、なんかば、ギャグにしてるなっていうのは結構見受けられますね。あのー、主人公がこのね、あの、あ、モデルがあるんです。今回はモデルがあってですね、小関裕二さんっていう作曲家ですよ。あの、昨日も話しましたけど、あの、オリンピックマーチ。ね、えー、この前の東京オリンピックのオリンピックマーチを作った方で、えー、わかりやすく言うと、 夏の甲子園の大会のこう歌ですね。栄、え、冠、ー、は君に輝くってね、有名なやつありますよ。あれを作曲した方でございましたですね。ああ、今日は、ねえー、今日はもう出だしいいですね。やっぱ2回目やるとですね、えー、これ毎日やりますから、毎日ね、えー、10時半からスタートしますで。昨日なんか全然余裕がなくて、ドタバタ、ドタバタして始まって、やっぱ10時半ちょっと早いな。来週から11時しようかなと思ったんですけど、今日はなんか別になんか余裕、ちょっと余裕があって、 39分前にはですね、ツイッターとフェイスブックにこの始まりますよとこう言ったりなんかできてね、ああ、ああ、やっぱ十時半でいいのかなと思いながらね、十時半でおはこんにちはとこう使えるからいいんじゃないかなとう思うわけでございますが、えー、エールでございますがね、この小瀬祐二さんのこの、おまあ,あ、反省を描いているっていうね、で、ご夫婦の、おね、ご夫婦のこのお夫婦愛をテーマに行って、ダブル主役なんですよ。 あの、久保田正孝さんと二階堂ふみさんはね、両方こう割と交互に、交互にこの人生をこう描きながら、まあどこで二人は出会って結婚するかっていうところにね、まだ出会ってません。えー、これからなんですけどねで。今日は交互に来ましたよ。今日は見ましたよ。だから余裕あるんですよ。昨日は見れなかった。始まる前にね。えーえー、今日は見れましたよ。うん、今日はね、いろいろあるいは深みがありますね。話に。この十言歌の中にね、 あのー、今あのー、の、主人公のね、ゆういち、ゆういちはね、あ小学校の頃からもう、もとなしくてね、もうど、なんかもう緊張するともう何も言えなくけど、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 どどどどあ、いや、いや、いや、ってこう、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 こうなっちゃうんですよ、うん。これ、割とね、僕もね、そういうとこあるんですよ。 やっぱりね、小学校、中学校、高校っていうのはね、こ喋るのが苦手で、人前でなんか喋るのはね、非常に苦手でね、あのー、滑舌も悪いしね、なんか、なんか、コンプレックスが、コンプレックス。俺今間違えたでしょもう、すぐ噛んじゃいますから。もうすぐ噛むこと、カミングスーンってこう言うんですけどもね、もうすぐ噛んじゃいますから。で、でね、うん苦手なんですよ。劇団式時代も非常に苦手でしたね。 話かなってちょっとこうやっぱりこう、少し得意かなと思いますけど。 あ,あ、なんか、要するにま、劇団四季時代っていうのは、もう、もう、セリフじゃないですか。決められたセリフだから、そのセリフだけを稽古すればいいっていうね。まあ、話かなって、やっぱりフリートークとか、ま、こういうのが必要になってきますからね。いろんな能力が、こう、必要になってくるんですけどもね。えー、その、主人公、ゆういちくんはね、もう、本当にこう、いやいやいや、もう、すぐ緊張する。もう、すぐ、ああ、いや、あ、ぼ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 、あも、こう、こうなっちゃうこれこう、ね、こう体力も弱い。 ね勉強もできるわけじゃない。でも、家はね、割としっかりしたね、ええー、昨日話しました、カラサラで、トシアキさんと、菊池萌子さんの夫婦で、ね、今日出てこなかったですね。今日出てこなかったですね。ねまあ、まあまあ、そこそこ、お恵まれた家でこう、ね、だって、この、小学校の時にですね、蓄音機が、 ね、今はね、もうどこの家庭でも CD を聴けたりするね、ありますけど、当時ね、もう蓄音機になる家庭がどれだけあったんだっていう、そういう時代に蓄音機あったんですから、まあ恵まれた家庭だったんでしょう。まあそんなね、あの、音楽と出会うんですよ。あの、お父さんが蓄音機こうね、かけて、その、要するに海外の高 曲を聴いていく、うわー、もうこう、のめり込んじゃう。うわぁ、とこうなっちゃって。そうなっちゃって、音楽が好きになって、えー、曲を作ることになるんですなああ。で、まあ、でも、家が、この経済が厳しくなっちゃって。えー、で、菊池桃子のお兄さんが、あ 風間マモさんね。これも昨日、銀ちゃんのこう、ちょっと話をしましたけど。ね、えー、昨日ご覧になってる方は、YouTube でこう、アップしてますから、それはご覧になってください。あの、銀、銀ちゃん、僕大好きな俳優さんですけど、風間マモさんのとこに、お子さんがいないんで、こう、そっち養子縁組で行くということになってるんです。ですから、音楽を諦めて、今、銀行で、 働いてるんですよ。で、この銀行の同僚がふざけてますな。<laughs> ほんとふざけてるな。お前たち仕事してんのかよとか、見てて思うんですけど。うん。その中に、えー、こう一点で、堀内恵子さんがね、出てるんですよ。堀内恵子さんっていうのは、私の劇団四季時代の後輩です。えー、えー、2期後輩。私が26期生。で、堀内さんが、恵子さんが28期生でこう入ってきましてですね。えー、でも近いですよ。だから、割と、近いですね。 えー、でまあ、彼女は当時18歳で、高校生で,ですぐ入ってきてね、で可愛らしいしねで、歌が上手いんですよ。もう、もう、あっという間さーっと、もう、サーダムかカーッと上がってきましたですね。あでまあ、式を辞められてからもね、三谷幸喜さんにこう。 可愛がっっっってててもらってまたガーッと今行ってますやっぱ劇団四季にやめてですね、成功する方ってのはちょっとやっぱり難しいんですよ。少ないんですよ。でも結構三谷幸喜さんにはまるとみんなガーッとね、昨日も話しましたけど、一昨日かな、あの、クリア原秀夫さんもね、そうですしね。 えー、まあ、石丸カニさんもね、もう大活躍でございますけどもね。えー、石丸カニさんもね、僕とニッキー、まあやっぱり堀内啓子さんと同じぐらいにこう、研究術生じゃないんですよ、彼はね。オーディション組でこう入ってきてね。まあこれもいろんな、あ,あるんですけど、まあ2年ぐらいの後輩なんですけどもね。えー、まあ2人とも頑張ってるすごいなと思うわけでございますよ。うん、で、まあ、その、銀行でこうね、えー、あって、でも、音楽はもうやめてるから、ね。やめてるからもうなんか、 うん、まあ、怠惰な日々を送っててね。えー、そこにこのお、ダンスホールに通うわけですよ。こう、連れてかれて自分から行くんじゃなくて、こう、ね、その、ふざけた同僚にこう、行こうぜってこう,う、行くんですよ。ダンスホール。ダンスホール。えー、えー、おこれもちょっとあれ、まあ、失礼な話、この当時、福島に。 ダンスホールがあったのかってね、本当疑問になるの。調べ、まあ多分、まあ、あったん、あったんでしょうけどね。まあ、それは NHK ですから、忠実にやってると思いますけど。まあ、あったんでしょうけど、ダンスホール行くんですよ。ダンスホールって、すごいナンバーワン美女がいるんです。ナンバービジョンみんなが行ってもみんな、みんながこう、男がガーッと行ってもですね、えー、そのこう、ナンバーワンが、ん奏で足を。んん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 ん ゆういちのとこにパーってやってきて、一緒にこう踊ったりなんか、うん、これからは外で会わないとかなんかこう <laughs> 言われて、どんどん好きになっちゃう。うん。え、どんどん好きになっちゃって。ので、もうゆういちももう、もう我慢できないから、<laughs> あなたこど好きでーすって、ちょっとここでどもらずに、好きでーすって言ったら、そのナンバーワン女性が <laughs>、 <laughs> まあ、こんな笑い方はしてませんけど、笑ったんですよ。笑ったんですよ。え、なんで笑うのかっていうと、あ <laughs> れですよ。実は同級生だったという。小学校の同級生だったという。ね。で、まあ、言えば潰れて、今、その、男装類、まあ、通ってるっていうね、ことだったんですよ。近い話だな。どんどん同級生が出てくるんですね。で、その、振られて、ガガーガーガー,ガー をした時に、ま、たにま同同級級生生やっていくんですよ男の同級生いやこの同級生が、まあ、たぶん、こう、ゆういちくんにとってのとても大切な存在になっていくんでしょうね、これからね。この彼はね、もう、あのー、小学校時代、すごいですよ。何がすごいかというと、あのー、まず、喧嘩が強い。うん これやっぱりね、えー、幼い頃は大切ね。喧嘩が強いからもう、誰でもこう、みんな、みんなこう、みんなこう、こう一目置くって存在。小学校の時から一目置く存在ですよ。ただ、貧しかった。ああ、ですから、家が魚屋さんだったのかな。で、こう魚屋をこう、こう、弟と一緒に売るんですよ。 言ってね、魚、い、魚。まあ、こんなこう、こんな売り声じゃないと思うけど、売り声もしなかったら、魚売るんですよ。でも、でこうお客さんに怒られて、まあ、腐った魚も食うんじゃねえ馬鹿やろうと、なんかこう怒られて、えー、だからすみませんって言いながら、こう、は、うんでもでも、でも彼が好きだった。詩を書くこと好きだったああああ。本当にこうノートに、ノート、ノートのどんどんないぞもう紙切きれいにう詩をこう書いてる。それを主人公のゆうちくんがこう見てね、ああ、詩が好きなんだ。 あで、お父さんに殴られて、殴られて、これ今で言う DV ですよ。ね、こう殴られて、こう、ガーッと家の、お前もっと働いてこいなんか言われて、もうすごい環境ですよ。で、それを目の当たりにしたゆ一いくんが、こう、その詩を見て、ああ、いい詩だな、君。これ、続けてってこう言うんですよ。この、バや野郎続けられるわけないだろ、こんな、まあ、こんな状況でみたいな感じで言うんですけど、でも、その、 続けてっていう、その、一言が、彼の心にぐさーっと残って、残って、ずーっと、な、何年か経って、その、いいですこの、好きです,ですって、は 笑えたその直後ですよ。その直後、なんでお前そこにいるんだっていうね、えー、ことですけどい、いるんです、そこに一旦た見てたっていうね <laughs> こうあらその、同級生にからかわれて、去った後にもうそこにいるんですよ。おい、すげえ設定だ、こうこうこうまあまあまあ、まあ、まあ、それはまあドラマですから、まあ、それはドラマですから、そのままあ、跳躍しなきゃいけませんからね、まあ、まあ、こう言ってでも、お前何やってんだよ、え 情けねえな、女のケツを追っかけて。えー、何やってんだお前音楽やってんだかっつった。やってない。うん、何やってんだお前っつって。俺はよ、お前に言われたことをさ、ずーっと思って、俺今新聞記者やってんだ。新聞記者やってる。すごい、あの環境から、もう、う、えー、みんな、い、い、家がね、家、夜逃げしたんです。彼は、要するにもう借金がいっぱいお父さんがあったから、家でみんな夜逃げしたと。 夜逃げして、彼はそれを忘れずに詩を書く、詩を書くっていうのを心にずーっと持ったまま、それを忘れずになんとかなんとかはい上がって、はい上がって、今新聞記者になってるっていうね。お前何やってんだっつ言って、こう言われる。いや、俺はっ,つってまあ要するに風間森夫さんのとこの、おね、えー、そこへ幼稚園に入らなきゃいけないから、音楽できねえんだっ,つっていうね。 ええ、ことなんですけど。うん。あ、そうだ、そうだ、そう思う、ま、堀内恵子さんの話ですけど、あのドラマ見て、堀内恵子さんのセリフだけ、やたらなんか福島の鉛がきついなって思いますね。他の人は別にそれほどなんか、福島鉛があるような感じは受けないんですけど、堀内恵子さんのセリフは、すげえな 多分ね、折月子さん、あの、ユタと不思議な仲間たちでね、最後の役をね、やったから、あの、もうすごいんですよ。東北弁がすごいミュージカルな。それ、それやった経験があるから、もう一番すごいっすね。なんか、ああ、ここ、あの人だけなんか福島いるんじゃないかと思うぐらいね。他の人は一って、ど、どこにいるかよ、中途半端な感じなんだけど、折月子さんなんかは、いる、いるっていう感じでね、ええー、ええー、なんですよ。うん。 あ、こで、また戻りますね。で、今日の話ですけど、で、国際作曲家コンクールつのがあった、うん、あるつから、お前、出せよとこう、そうね、ちょっとふざけた銀行員の仲間たちから <laughs>、こう言われて <laughs>、言われてね、えー、言われて、わかった、うん、わかりました。作りますよ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 ってこうね、 作りますよ、つって言って、でも、全然、もう、浮かばない。全く浮かばない。で、みんなでなんとか思い出せようとするんですよ。全然もう、浮かばない。うん。で、表行って、表行って、えー、お月さんがなんか見てるときに、この、同級生の、今、新聞記者になったのがね、竹取物語のね、こう、一節を、こう、言うんですよ。それに対して、 んで、竹取物語だ。つんで、よし、竹取物語を公共曲にしようと思って、やってこう、こう、ひらめいて、こう、やるわけですよ。うん。うん。でも、これが最後。彼にとって最後だ。僕の夢はこれで最後だ。っていうふうになるんですよ。あお,お隣さん、250ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、あ、え、あ すみません。<laughs> ありがとう。サンキューありがとう。ういや、本当ありがとうございます、えー。でね、まあ、こっちがゆういちくんですよ。で、片を二階堂ふみさんのお世界ね。こっちが、あの、音さんちゅうね。音です,音です。音楽の音で。えー、でやっぱり、歌が好き。で、歌手になりたい夢を持っている。ね、見合いするとき始まるんですよ。今日は。見合いから始まってね。ねまた、やっぱり、このドラマふざけてるなってうのは、見合い相手がね、本当ああー あヨタロなんですよ。ああ、私はにー私は台湾に行きますしてねー。ははは,は、とこと、バカかお前は、と言もう、明らかにこんなの、どうしようもねえだろうっていうね、男が出てくるんですよ。お前、お兄ちゃんちゃんとしてる。お兄、このね、お兄ちゃん、お兄ちゃんすげえ二枚目。男と、なん、なんてヨタロなんだ。こ,こういう兄弟もなんか、ありえないなと思うんで、もこれもあるんですよね。あるあるですよね。で、ね、で、ね、まあ、ああこの二階のふみさんが、お、おとちゃんが、 こんなふざけた。ああ、ちょっと見合い、見合いすることになって。ふざけんなーとこう立ち上がって、胸ぐらとか、てめえこねえやろっててめえこならって言ってないけど、うわーとかやって、こう、お、お見合い、おじゃん。ね。まあ、これはここまでありだなと思うんです、ね、その後ですよ。この、与太郎のこのお兄ちゃん。お兄ちゃんっていうのは、お父さん、お父さんのお姉さんとこう、ドキュースが知り合いなんですけど、で、そこで見合いをしたわけですよ。ね。で、お姉がこの、いい方、イケメンのお兄ちゃんの好きな、うん、好きな。 で、このお兄ちゃんがこう、やってくるわけですよ。こう、胸ぐらつかんだ後にね。え、あら、どうしたのって。いや、お父さんに会いたいって,って。で、お父さん、お、ね、お、お父ちゃんが来たらね、僕と交際してください。え、いきなり言うかよ、お前。<laughs> そんなとこで。お前、いきなりそんなこと言うかよ。<laughs> ええと、で、こっちお姉ちゃんがくぜん。はーい じゃあじゃじゃじゃーんじゃ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 ーんってね、効果もあったら必ずベートーペンがなってんじゃないかというね。ええー。でこうどんどん攻めていくるんですよ、このお兄ちゃんが。何度も何度も。いきなりなんか、指輪なんか持って、僕と結婚してくださいこうなるうええー。こうなるか。っていうね。ええー。まあ、エルは、今まで見ただけで今日が一番ふざけてんじゃないかと思うぐらいね。ええー。なんか僕に喋らすためにもなんかこんなしてんじゃないかと思うぐらいですよ。ねこれ、これ。これって、 竹取物語じゃん。要するにこの、竹取物語を作ろうっていうものが、あっ、あっ、これ含み持たせてるね。この作者なかなかやるなっていうね。ああ、そうなんだよね。要するにこう、竹取物語にこう、困窮するね、いっぱい男たちがいて、こう、お願いします。じゃあ私の願いを聞いてとか、そういう、そうですね。おぉ、つなげてるよ、これ。やるなぁという感じでね、こう、見てるわけですよ。うん。で、あの、あの、 おとちゃんのお母さんが薬ひろ子なんですよ。快感ですよ。快感のね。もう、ぴったりの世代ですね。セーラー服と機関銃ってね。角川映画が前世の頃ですよ。青春時代。うん。えー、で、で、二人になって話をするんですよね。えー、で、薬ひろ子さんは夢があった。うん、夢があった。歌劇団の、入ってなんか踊りたいっていうのがあったみたいでね。 えー、でもそれを、やっぱり、この人生っていのはいろいろあるから。その中で、私は折り合いをつけたんですよ、うんあっ。あ、ピキカメさんどうも、まだありますよ。まだね、今ね、エールの話をしてるとこです。今、オープニングトークでございますからね。えー、オープニングトークでエールの話をしてるんですよ。えー、この未速したとこはまたアップしますから、それをちょっとご覧になってください。えー、ね、えー、要するに、やりたいことはあっても人生ってね、なかなかできない。 買ったりすするるるこことととあるんだだから自分の好きなことを本当にやれていはね幸運だと思います私もですね、やはりやりたいことをやってますから。私も幸運な人だと思いますよ。うん。まあ今こういう状況でございますけど。まあでもね、こういう状況だけど、こういうコロナ騒ぎなかったらこういう話してないんです。こういう、あの、キュートタイムってこういう、この毎日ね、やろうなんて思ってませんからね。 やっぱこれも、やっぱり、チャンスなんですよ。ピンチをチャンス変えて。やっぱりあの、僕も公演で90分喋りますよ。90分喋りますよ。でもね、その90分っていうのは、まあ、割と、まあ、自分にある引き出しをですね、こう持って、この組み合わせですな。 まあ、こういう、こういう感じで、まあ、ミュージカルも挟みながら、こう、こういう感じで喋ろうと、割と90分でも割とあるんですよ。まあ、こうやってフリーで、え、60分、こうね、喋るとね、こう、じゃあ、こう、どういうふうに、新しいことを、こうね、え、喋りますから。これもなんか非常にこう、おやっぱりこう、腕を上げる意味でよくはいいかなと思う。こう、逆にチャンスだなと思いながらね、えー、今はこう、大ピンチなんですけどもね、えー、大チャンスに変えようというね、えー、ところでございますよ。 うん。でね、あのー、で、まあ、なんだかんだ言いながら <laughs> 戻りますけども、お、お、薬島博子さんは、あお、まあ、お母さんは、まあ、その、やりたいことはあったんだけども、人生と、お、折り合いをつけて、まあ、お父さんと結婚して、まあ、主婦になって、まあ、いるという話をして、それに対して、お父ちゃんは、ピシャッとしたせる。私は幸せを捨てて、夢を取ります。と、こう言った。うん。 幸せを、別に幸せせなくていいんだよね。夢を取ることが幸せにつながるんだから。ね幸せっていうのはまあ、それぞれの人がね、人,々の人によって違うんですよ。幸せはね、その人の心が決めるってなんか、相田光夫さんなんかありませんでしたねええー、幸せは、その人は心が決める。なんかじゃ、性格じゃないですけど。うん。いや、本当そうなんですよ。だから、幸せを捨てて夢を取るっていうのはまあ、うん、まあ、あれですね。 劇団四季の、まあ、ありましたね。えー、コーラスラインのね、えー、歌の、うん、セリフでね。悔やまない、選んだ道が、すべてを捨てて、ってこう歌う。うん。やはりこう、役者の道を選ぶっていうことは、要するに、すべてを捨てて、捧げなきゃできない、まあ、みたいな。 呃、とこがね、え、夢っていうのは、そういうとこあるんでしょうか。でも、夢を、に向かって進めることができるっていうのは、それは、とっても、幸せなことだと思いますよ。まあ、それが、まあた、厳しいね。えー、まあ、お金的にも、経済的にも、もう、厳しい道かもしれないけども。でも、やれるっていうのは、 ああ、すごいことなのね。続けるってことが一つの才能の一つでございますからね。だから、今回、今日のね、エール深いっすよ。この15分間の中で。ね、私これだけ走ってね、もうほら、もう、もう、もう26分も喋ってる私。<laughs> 今日15分の、15分の話を私も26分も喋ってますよ。いや、それだけね、今日のエールはですね、深い。ですから皆さんね、今日見てない方はですね、まあ、何回もやりますから、あの、 アサルアタはね、もう何回もや、えー、見せるから、ちょっとご覧になってるか深いっすよ今日の15分間っつうのはね、うん。で、出したんですよ。あの、ゆういちくん、あのー、コンクールに出したんですよ。で、まあ、結果が来たとこで終わるんですけど、結果来て、でも、優勝したんです。優勝したんです。すごい。調べてみたんですよ。これはやっぱり、えー、本当にあったんですね。あのー、小関ゆうじさん、あのー、国際作曲賞に出した。当時は審査員がね、 すごかったらしいです。ソラビンスキー、うん。私もクラシックのね、世界はよく知りませんけど、ソラビンスキーぐらいわかりますよ。ソラビンスキー、ラベルは審査員だったらしいんですよ。へえ、ー、すげえな。ね。えー、まあそこで、うん、うんなったわけでございますけどね。まあそこでこっからどうなっていくのかが、まあ明日につながるっていう。 話でございますね。はい。えー、本日はですね、4月の21日火曜日、天気は曇りでございまして、ね、所沢は19度までこう上がるんだそうでございますけどもね、えー、まあいろいろ所沢も、コロナのね、感染者が増えておりますからね、本当本当にまあ,まあまあ日本戦国だと思いますよ。今後、と気をつけましょう。ということでね。はい。それでは、昨日行いました、皆さん、カラスのコーナーでございます。はい。えー、大切なのは、声でございましてね。 声、うんあのー、声が、あのー、いいかああ、ね、声によってその健康のあれが分かりますから。バロメーターでございます、声というのはね。もうやっぱり風邪ひいちゃったら声が出なくなる。やっぱり病気して、えー、死んじゃうと声がどんどん出なくなる。要するに、この通り道がね、ここに生体があって、ここからの通り道がこう、塞がっちゃうわけですよ。ここをこう、すわーッとこう、こう感じで出ればいいわけですよ。ねえー、ですからあ、昨日やりました。 カラスごっこです。皆さん、いいですか準備、いいですか皆さんやってくださいよ。ね。えー、外で見てる方いないと思いますからね。ああ、これですよ。もう、ね、ああ、力抜いて、もう、ここが、ああ出る感じで。いきますよ。せーの。ああ、ああ、ああ、できました。どうですかやったらやったって言って、えー、チャットしてください。えー、ね。 あーああ、あーあ,ーあー、はい、これでございますね。えどうですかやってますかあ、おか、あ、おか、あ、ああああ早いな二号さん早いなか、もうかに行きましたかまだあーでいいんですよ。あーでいいんですよ。やったあすまありがとうございます。ああじゃあ、このかにしましょう。かーっていうのは、あーに、けいが入りますね。けいが入ると、けの字、けいっていうのは、ちょ,ちょっと、ちょっと、ちょっと詰まっちゃう。 う音になるんですよ。だからそこも、カーカーカーと、こう行きましょう。ね。行きますか。力抜いて行きますよ。え、あ。 何ピッキーカメラ、外だからでえ、外で見てんの <laughs> どこで見てんだろうな気になるな、気になるな。なね,ね、ね、いきますよ。まあ、あまあできなかったら、やってるつもりでね、やってるつもりでね、いきますよ。みんなの、カーですよ。せーの、力抜いて、肩の力も抜いて、せーの、あ脱力して、この辺開けつまない。あありがとうございますおっおおあ,あ、そうですか、3秒0おあ,ありがとございます。ありがとうございます。カーカーいきましょう。カー どうですか抜いてください。かーかー、うん、どうですか、うん、かー,かーはい、どうですか、うん、皆さんやってますかやっていただけますか、うん、あ、何えーお、お仕事の休み時間にやってくれるあ、そうですかあ、お仕事中なんですかねあ、すごい、ありがとうございます。あーかーもうか、ん、ーね、ああ、はい、はい、抜けた、抜けましたかあーね、こう抜いてくださいね、えー。で、今度は手をつけ、手をつけましょう。 よけいできるかもわからない。かーかーこれ、誰か見られたバカみたいですけどね。いきますよ。かーかーかーか,ーかー <laughs> どうですかどうですかほか、えーねえー、にも外,の外で見てる方いるんだ。えー、へーそうですかでもそれもありがたいね。 外でいながら見ていただけるなんてありがたいね。カーとこうね、やってください。はい。これね、カーとかね、これ、これね。で、あの、昨日話しましたけども、やっぱり、あのー、言葉、声っていうのもね、あのー、やっぱり、声が出たら、それを言葉にしなきゃいけません、ね。言葉の形というのは、あの、ベロですね。ベロの、このポジションと、この唇の形で、スパッとそこにアだった、ア、ア、カだった、カにスパッといけると、 言葉が明瞭に聞こえるんですよ。だから、その、ね、あのー、訓練しましょう。いいですかあの、昨日話しましたけど、下のね、下唇の筋肉みんなできるんですよ。これね。これ、これ、これ誰でもできる。これだけでできるんですよ。で、もうここの筋肉がみんなさんですね。だいたい死んでますから。だから、この、これがね、これは、ね、これはね、なかなか、できない。この上のね、できないですね。えー、あ、娘さんとありがとうございますね。えー、えー、えー、 えー、何、えー、小さい子でやって、えー、手をつけてやってた。手をつけてやってた。変な目で見られたそら。外ではやめてください。外ではおすすめしません。<laughs> これ、これね、こう、こうなんかよこう、こうなんか,なんか多分イヤホンなんかこう入れてね。こう、こう、こうなんかこういう、こうやって、うん、こだこうや、ね、ってこれ、これはおかしい人です <laughs>、ねう。ソーシャルディスタンス以上のディスタンスと取らなきゃいけないというね。そんな感じになると思いますんでね。えー、えー、で、ね、じゃあ、えー、昨日もやりましたが、あのー、 この唇のトレーニング行きましょうかね。あの、これですね。四角にする。四角にするイメージ。うん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 。こう,こういう感じで行きましょう。十回行きましょう。はい、せーの。うん。二。三。四。五。六。1、8、9、10。あ、これね。これね。うん。これやってください。するとこ、この、ね、この、ね、このうん、うん、うん、うんと、こういうのが。 できるようになります。これもまたやりましょう。で、あとはやはりね。世界的なオペラ歌手、まあ歌える一つの。あの、ライオンだとか、クマが。こう、吠え,えるが。ーこう、大きいんですよー。大きいんですよ。だから、このリンゴはありますよね。リンゴをかじるように。こう、イメージで。ありますね。そのつもりで。ちょっとこう、やってみましょう。こう10、十回クマのせーの。 はい。今日のね、ただ見てるだけじゃね、あれでございますから、でこうちょっとこうやっとね、運動になりますたこれだけでもちょっとした運動になりますからね。これ、これ、これでね、えー、やっぱ声の、声が健康のバロメーターでございますからね。はいはい、えー、お願いします。はい。それで、昨日もやりましたが、ちょっとやりましょう。あのー、えー、っとですね、あ、ポケカラ、ポケカラ、昨日ポケカラでちょっとね、やってみましたけど、ポケカラ、昨日話してポケカラ、あのー、 アプリダウンロードされた方いますかポケからね。えー、昨日ね、あのー、兄弟部ねやってみたんですよ。ね、ね、えね、ー、まあ、神さんのママトンがね、もう見てくれていてね、ね、あのー、やっぱりう,うちのジュニアと同じぐらいの子がこう、聞いててね、こう、聞いてたらしいんですよ。で、兄弟部ね歌いますよ。兄弟部ね <laughs> 新しいしんでね、えーえー、やっぱり、子供には兄弟部ではあれでございますからね。今日は、えー、そうですね、えー。これは知ってるでしょうから、おおはい。えっ、ー、とね、あれこち側のかな、えー。今日はですね、えー、はいちょちょ。あ、なんかうまくいかないな。あれなぜだあ、なんかうまくいかないな。あれはい。あ、行きました。すいません、えー。今日はレモンに行きましょう。いきますよ。やってみましょう。3、2、1、 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように。古びた思い出の誇りを払う戻らない幸せがあること。を 最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去も。あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。 あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない、今でもあなたは私の光。 こういう感じですよ。やっぱりカラスの稽古をするといいね。<laughs> カラスのこうイメージがわーという感じでね、こう,歌う、歌今、これ、録音できるんですよ。ほんで、こう、なんだかんだこう、こう、点数がこう、出て、まあ、途中で歌ったから D、最後まで歌たと A になるというね、まあ、本当かどうかわかりませんけどね。でこれが、もうすぐですね、お、ほら。夢ならば、どれほどよかったでしょう 今こ,こういう感じですよ。ね、別にポ,ポケカの宣伝してるわけなんですけどね。これ何気にこの歌えるからいいなと思ってやってるんですけどもね。はい、えー。そういう感じでございますね。お時間もそろそろなくなってきましたの、ね、で、今日のメインイベント行ってみましょう。今日のメインイベントでございますね。はい。えー、うまくいっかわかりませんが。<laughs> はい。こちらの。はい。 神芝居見ますよー。神芝居でございますよー。火曜日のごちそうは引き返る。ね。えー、ちょうど今日火曜日でございますからね。えー、火曜日のごちそうは引き返るでございますよ。えー、ね、小学生もね、これあの,あの、YouTube のね、えー、アカウントがないとね、この、チャットもできないんですよ。ですからね、あのー、持ってない方は無料ですから、アカウントしてることチャット、チャットするとですね、こう、いいですからね。じゃあ、行きましょう。早速、ね、行きましょう。うん。 あ今日のマグカップは、はい、はい。ちょっと可愛いやつです。はい。これはディズニーランドでね。ディズニーランドでこう、どっかでランチ食べたとき、こう、ついてくる、ね、デザートが入ってる、ここ。はい。今日はルイ・ボスティーでございますね。あで、今日はですね、後ろのね、棚をちょっと変えてみました。うちのかみさんがですね、あの、なんか上にね、本を置いてたら、こうちょん、ごちゃごちゃわかんないって言って、こ、こんとこね、こう、ね、ち番本をね、三段目に下げてね、こう上に上げました。あ、でね、今日もそうですね、あこれはまた今度にしましょう。え今日は、 これちょっと長いかもわかりません。うん、時間計ってませんから。も、もしかしたら15分ぐらいあるかもわかりません。今日ね、だからこの本の、この、火曜日のご馳走は引き換える。これの、今日はですね、半分いっちゃうから、もしかしたら15分ぐらいあるかもわかりません。ですから皆さん、のんびりですね、えー、聞いてみてください。はい。頑張りたいと思います。<laughs> ですから皆さんもてなんか、なんかね、ふわーっと、ふわっと聞いてください。火曜日の、はい。 火曜日のご馳そうは、ひきがえる始まり始まり冬の夜でした。地面の上は雪に覆われて、冷たい風が吹いていました。空には星が降るように輝いています。そして地面のずっと下では、ひきがえるの兄弟がちょっとした言い争いをしていました。二人の兄弟は土の中の居心地のいい家に住んでいます。ウォートンが掃除。 モートンが料理を受け持っていましたが、どちらも自分の仕事が大好きでした。2匹が言い争いを始めたというのも、モートンの料理の腕が良すぎたためなのです。晩ご飯をたっぷりお腹に詰め込んだ2匹のひきガエルは、デザートを食べにかかりました。モートンがクローバーの花のお茶のカップに継ぐとウォートンが言いました。このカブトムシの砂糖が最高にうまいやそれはどうも、とモートンが言いました。 トゥーリアおばさんにあげたらきっと喜ぶだろうなとウォートンが言いました。そりゃねとモートンがうなずきました。するとウォートンが言います。じゃあ今週中にさ、箱に詰めて持ってってあげるよ。これを聞いた途端、モートンはカップをひっくり返して熱いお茶を膝にかけてしまい、思わずピューンと飛び上がりました。そして天井に頭をゴツーンとぶつけてしまいました。ああ びっくりしたあ。あんまりバカなことを言うんだもん。何がとウォートンがあー言いました。何がってさ、地面の上は冬なんだよウォートンは、うん、少し考えたばかりの天井の裂け目を指差しました。雪が積もっていてさ、とても寒いんだよ。こんな時にひきがえるが外に飛び歩くなんてそんなバカなことがあるもんか。 けれど、モートンは、ウォートンのがっかりした顔を見ると少し言い過ぎたかなと思いました。ね、ウォートン、と、モートンは言いました。優しい気持ちはよくわかったよ。そりゃそうしてあげられたらいいけどさ、困ることが二つあるんだよ。一つは寒くて凍ってしまうこと。もう一つは雪が積もっていて飛び跳ねていけないこと。ウォートンはため息をつくと手を組み合わせて椅子に持たれました。 考え事を始めるんだなぁとモートンは思いました。考え事をするときには、ウォートンはいつも目を片方ずつ、変わりンコにつぶるのでした。ウォートンは、はじめはゆっくりと、右、左、右、左と、変わる変わる目をつぶっていきました。それがだん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 早くなっていき、やがてにっこり笑って言いました。うん、これならいいや。一体どうしようって言うんだいとモートンが聞きました。 しっかり編み込んだセーターを3枚着て、その上に厚い上着を4枚着ていくんだ。ふかふかの手袋を2つはめて、耳当てのついた帽子もかぶって、そうすればどんなに寒くても平気さ。それから雪の上はスキーで行くんだ。えスキースキーって何だいモートンが聞きました。去年の夏、旅うさぎが教えてくれたもんだよ。作り方ちゃんと覚えてるんだ。モートンはびっくりして口をあーんぐりと開けましたが、 何も言えませんでした。ウォートンが一度こうと決めたら決して後には引かないことをよく知っていたからです。次の日から3日間、ウォートンは丈夫な菓子の木の根を使って一生懸命スキー作りにかかりました。出来上がったスキーはなかなかの出来栄えでした。がっちりしてまっすぐで金のようにすべすべに磨き上げてありました。ストックも山嵐の針と 山椒魚。んあ、これだ。山椒、ちょっとこれ、どろい。山椒魚の皮でうまく出来上がりました。水曜日の朝には、トゥーリアおばさんの家に出かける用意は何もかも整いました。たっぷり時間をかけてウォートンは服を全部着込みました。最後にモートンが作ってくれた背負いカバンを背負って、すっかり支度ができました。背負いカバンの中にはお弁当の包みがいくつも入っていました。 おばさんの家までどんなに急いでも3日4日はかかるのです。替えの手袋や毛皮のスリッパなど、ウォートンがきっと役に立つと思ったものも入れてありました。そして一番下には、トゥーリアおばさんにあげるカブトムシの砂糖菓子を詰めた箱が入っていました。ウォートンは朝ごはんのお皿の、お皿を洗い始めたモートンに、行ってきますと声をかけました。行ってらっしゃいとモートンが言いました。 よくよ、く気をつけてね。うん、ウォートンは土の下の長いトンネルを上へと登っていきました。2匹の家の真上にある古い切り株の出入り口から外へ出た途端、眩しくて目がく眩みました。真っ白な雪が日の光を浴びてサラサラ光っていました。青く澄んだ空にはふっくらした白い雲が浮かび、背の高い常緑樹の 上をゆっくりと流れていました。雪姫鳥が陽気にさえずりながら枝から枝へちょんちょん飛び跳ねています。いやー、なんて綺麗なんだろう。ウォートンは立ち止まって言いました。でも、こうしてはいられないや。トゥリアおばさんの家までずいぶんあるし、それに早くスキーに乗ってみたいし。ウォートンは雪の上にスキーを置くと足に履きグッドストックを押しました。その途端、 月が絡まって、吹きだまりの雪の中に逆さまに突っ込んでしまいました。ごて、ごテと転びました急い。急いで起き上がると、ウォートンはもう一度ストックを押しました。今度はさっきよりは進みましたが、雪を掘っていたリスにドシーンとぶつかってしまいました。起き上がって留守に謝ると、また滑り出しました。 けれども、いくらも立たないうちに、なんとかうまく乗りこなせるようになりました。そして滑,滑れば滑るほど、スキーに乗るのが面白くてたまらなくなりました。上着を4枚、セーターを3枚着て、手袋を2つ重ね、耳当てのついた帽子をかぶった、コロンコロンの引き返るは、森の雪道を小さなボールのように勢いよく滑っていきました。道もはかどったし、太陽もちょうど真上に来たので、ウォートンは、 お昼にすることにしました。お昼を食べるのにはおつらい向きの大きくて上が平らな切り株が雪の上に突き出ていました。ウォートンはスキーを脱ぐと切り株の上に飛び上がりました。背負いカバンの中からお弁当の包みを一つ取り出して、暖かいどんぐり茶を継ぎました。サンドイッチを二木で食べ、蚊のパイを食べようとした途端、おかしな音が聞こえてきました。 ヒックヒックというシャックルのような音がかすかに聞こえてくるのです。あたりをぐるりと見回しましたが何も見当たりません。そこでもう一度パイを食べようとしました。するとまたもやヒックヒック。どうやら切り株の下の方から聞こえてくるようです。ウォートンは切り株の端まで跳ねていってそっと下を覗いてみました。はい。すると雪の中から 茶色の毛が生えた2本の足が突き出ていました。そして、ヒックヒックという音がするたびに、白い足の裏と小さな指が、ヒックヒック動いているのです。ウォートンは、霧株から飛び降りると、大急ぎで雪をかきのけました。雪の下に埋まっていたのは、茶色と白い毛の混じった白足ネズミでした。白足ネズミは大きな黒い目で、嬉しそうにウォートンを見上げると、ほっとした声で言いました。 どうもありがとう。雪の中って本当に居心地が悪いや。僕逆さまになるといつもしゃっくりが出るな。春になって雪が溶けるまでこうしてい,いなくちゃなんないのかと心配にてくんだところさ。どうして逆さまに埋まったりしたんだいとオートンは目をパチクリさせて尋ねました。 切り株の上で、いつものように、お日様に当たり,当たりながら、一眠りしていたのさ。そしたら、メリーゴーランドに乗っている夢を見ちゃってさ、眠ったままくるくる回って、切り株から落っこっちゃったんだ。へえしゃっくりを止めてあげられるものがあるよとウォートンは言いました。僕と一緒に切り株の上まで来てくれたら、 と、切り株の上でウォートンがついでくれた温かいお茶を飲むと、白足ネズミのしゃっくりはすぐに止まりました。本当にありがとうと、白足ネズミは言いました。これですっかり楽になったよ。どういたしましてとウォートンは言いました。ところで、君の家はこの近く近くも近くと、白足ネズミは言いました。この、切り株の中なんだ。失礼だけど、冬の最中、 のこのこで歩く引き返るってどういう種類の引き返るウォートンはトゥーリアおばさんにカブトムシの砂糖菓子を届けるためにスキーに乗って旅をしていることを話しました。白足ネズミはそれはいいことを思いついたねと言いました。けれどウォートンがこれから滑っていこうとしている谷間をさ 指さして見せると、びっくりしたような目を丸くしました。おいあの谷間の森を通って行っちゃダメだよ白足ネズミは、危機言いました。どうしてウォートンは目をパチクリさせて尋ねました。白足ネズミは、ウォートンの耳に口を近づけると、<laughs> いいかい どうしてあそこにはね、立刀の悪いミミズクが住んでるんだよ。あんなにずるくていやらしい奴はいないよ。他のミミズクが眠ってる昼間にさ、獲物を探し回ってんだよ。でも、とウォートンは言いました。どうしてもあの谷間を住んな住まなくちゃいけないんだよ。別の道を通ったらさ、きっと迷ってしまうんだもん。大丈夫だよ。ウォートンは自信ありげに、にっこり笑いました。 この新しいスキーでビュンビュン飛ばしていったら耳ずくだって追いつきやしないや。じゃあ、ちょっと待っておくれよ。白足ネズミは切り株を急いで滑り降りると穴の中に姿を消しました。それから丸い箱を持って出てきました。箱を開けて取り出したのは目の覚めるような赤い色をした小さなスカーフでした。これを首に巻いていけばさ、君が僕の友達ということがわかるからね。途中で僕の親戚の白足ネズミたちがたくさんいるから、 こう、危ないことが起こったら必ず助けてくれるよ。ウォートンはスカーフを首にしっかり巻きました。さあ、さようならを言って、ウォートンはストックをガーッとして滑り出しました。ぐん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 お顔を滑っていきました。うわーっと行きました、うん。転がる岩の脇をかすめて小さなロケットのように全速力で谷間を滑っていきました。さあ、もうすぐ谷間を抜けられるというところまで来たとき、ウォートンは 雪に映った黒い影に気づきました。その影は間違いなくウォートンを追いかけています。ウォートンは、どうかあれの耳づくではありませんようにと願いながら恐る恐る目をあげました。チェーンちゃんちゃんチョ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 ンちゃんチャンちゃん耳づくが泣いている <laughs> これ最初に、えー、から聞いてる方はよくわかるんですけどね。けれども、 やっぱりそうでした。ミミズクは大きな翼を広げて、音もなくウォートンの頭の上に舞い降りてきました。そしてギョロリとした黄色い目でじっとウォートンを見つめました。まるで空中にラクラクと浮かんでいるかのようでした。ウォートンは恐ろしさにすくみ上がってミミズクから目を離すことができませんでした。やっと目をそらせた時に積み重なった岩が目の前に迫っていました。 ウォートンは慌てて向きを変えようとしましたが間に合いませんでした。岩壁にドシーンとぶつかってしまいました。そしてスキーから放り出され、岩壁のあちこちにぶつかって地面にピシャッと叩きつけられました。目から雪を払いのけてみるとミミズクがじっとウォートンを見つめていました。こんなにごまんと着込んでブクブク,クのやつが本当に引き返るかなとミミズクが聞きました。え <laughs> 間違いありません。ウォートンは答えました。 冬の最中だというのにか。とりあえおばさんの家へ行くところなんです。ほうほう。だが今からは、わしの家へ行くところというわけだ。と、ミミズクは言いました。火曜日までのお客様だからな。ウオトンは飛び跳ねて逃げようとしましたが、片方の足がズキンズキン痛んで飛び上がることができませんでした。ミミズクはゆっくり近寄ってきました。ウオトンは目を閉じました。 <laughs> はい、あ今度はこれはちょっとね時間節約で書くの大変だったんでこれはねちょっと印刷でございますがその時ウォートンは小さな声が聞こえたような気がしましたさっと辺りを見回しましたが冷たい風が粉雪を舞い立たせ岩陰の隙間に吹き入れているだけでした誰かがいるなどとありません鋭いかき爪がウォートンをぐっとつかみました。 かすかな羽ばたきが聞こえたかと思うと、ウォートンは空高く持ち上げられ、あたりの空気がだんだん冷たくなっていきました。気がつくと、ウォートンは森の木々の小杖の上をぐんぐん運ばれていくところでした。目の下の上緑樹が厚い緑の絨毯のように見えました。ミミズクは音も立てずに翼を動かすと、スピードを上げて飛んでいきました。やがてウォートンにはミミズクが 森の中で一番大きく枝を広げたカシの木を目指して飛んでいるのが分かりました。冬の日はもう暮れかかっています。ミミズクはカシの木の絡み合った枝をくぐり抜けると、てっぺんの近くにある穴に潜り込みました。穴の中は真っ暗で、ブーンとカビ臭い匂いがしました。ミミズクはウォートンを穴の隅に下ろすと、後ろへ下がりました。そして鋭い目でウォートンをじっと見て言いました。名前は、 ウオトン。ウオトンそれよりイボイボがいいな。いや、そんな、イボイボ、そんな名前好きじゃありません。好きじゃない。それは残念だ。なあ、イボイボ。でイボイボじゃありません。小さなヒきがえるは勇気を奮い起こすと、まっすぐミミズクを見つめて言いました。あ,あなたはあ、僕を食べちゃうつもりですかミミズクはギョロリとした黄色い目をウオトンに向けました。 食べちゃうつもりかだってもちろん食べちゃうつもりだ。それからミミズクは向かい側の壁へと歩き出しました。壁の上には大きなカレンダーがちょっと曲がったままかけてありました。ミミズクはカレンダーを指さすと言いました。なんて書いてあるか読めるかなウォートンは カレンダーをよくよく見ました。えー、っと、えー、サンキュートチャンネル、毎日月曜日から金曜日まで、10時半から60分間、そんなことじゃない。どこを読んでるんだお前、あまり利口じゃないな。あと6日経ったら火曜日と書いてあるんだ。そしてその日は、わしの誕生日で、誕生日の特別なご馳走は、 真冬に見つけた引きエるというわけだ。そんなわけでな、イボイボ。イボイボじゃありません。イボイボ、火曜日までは好きなようにしていいからな。その足では逃げ出すこともできんだろう。まあ逃げようったってこっから降りられるはずもないが。<laughs> ウォートンは怪我をした足を調べてみました。いつもの倍くらいに腫れ上がっていました。ウォートンは大きなため息をつくと穴の中を見回しました。どうかな、イボイボ。 わしの家はうごとんは改めて穴の中を見回しました。それから匂いを、嗅ぎ目をパチパチさせました。ぞっとします。んこんなところに住むのは絶対ごめんです。そう嫌がるな。 そんなに長いこと住むわけじゃない。来週の火曜日までだ。<laughs> でも住んでいる間くらい気持ちを暮くくらしたいものです。ああ、ろうそくをつけてもいいですかここはとっても嫌な感じがしますから。嫌な感じ嫌な感じがする。だってまあ、好きなようにするが、いわしはどうでもいいことだ。ウォートンは背負いカバンの中に手を突っ込むと、密楼で作ったろうそくを2本取り出しました。ろうそくを灯すと、 暖かい光が部屋を照らしてウォートンの気持ちをもう明るくなりました、はい。暖かい光が部屋を照らしてウォートンの気持ちも明るくなりました。そこでウォートンは自分の座っているあたりを片付け出しました。もともと陽気なたちだったので鼻歌まで出てきました。ミミズクは呆れた顔で言いました。イボイボー、わじはな。 火曜日にお前を食べてしまうと言ったんだぞ。わかっているのかわかってます。ミミズクはおかしなひきがえるだというように頭を振りました。ウォートンはせっせと片付けをし続けましたが、そのうちくるりと振り向くとミミズクに尋ねました。あなたの名前はさあ、名前なんてないんじゃないかな。友達はなんて呼んでるんですか友達なんているもんか。あそりゃあひどい。大してひどくはない。 友達になんか、うん、欲しくないんですか友達なんて欲しくもないし必要もない。さあ、静かにしてくれ。ウオトンはうなずきました。けれどしばらくするとまた声をかけました。もしあなたに名前をつけるとしたらどんな名前がいいと思いますかミミズクはちょっとまごついたようでした。誰かと喋るということは、特に自分の家で誰かと喋るなんてことは今までありませんでした。 自分に名前を付けるとすれば、ミミズクは考え込みながら言いました。名前を付けるとすれば、そうだな、ジョージかな。うーん。被えるはうなずくと、また部屋の片付けにかかりました。ミミズクは眠くなってきたので、羽を膨らませ、目をつぶりました。そしてちょうど、うとうと仕掛けたとき、ウォートンが呼びかけました。ねえ、ジョージミミズクはパッと目を開けました。わしのことを言ってるのかね。もちろん。 とウォートンが言いました。お茶を飲みたいんですがいいですかああ、構わん。ミミズクはびっくりした顔のまま答えました。ウォートンは背負いカバンの中からあれこれ取り出すとお茶の支度を始めました。お茶が沸く間、毛皮のスリッパを履き、お気に入りの羽織の部屋着を羽織りました。まもなくポケットから湯気が、あ、ポットから湯気が立ち始め、爽やかなお茶の香りがしてきました。さあ沸きましたよ、ジョージ。何が 眠くなったミミズクが不機嫌な声で聞きました。お茶ですよ。いらん。でももうついてしまいましたから。とボートンが言いました。わかったわかった。ったミミズクはめんどくさそうに言いました。ろうそくの光を受けながらミミズクとヒきガエルは一緒に座ってお茶を飲みました。はい。こちらもコピーで。ちょっと聞いてもいいですかなんだね。 今日ここまで飛んでくるとき、ぶん怖かったけど、空を飛べて面白かったです。どこでも好きなところへ飛んでいけるってきっと素敵でしょうね。そりゃな。それからちょっと考え込んで話し始めました。もちろんいい気分だ、イボイボ。いや、イボイボじゃありません。時 <laughs> 々、空のギリギリ上まで登っていってな。ゆっくり羽を動かしながら下の景色を眺めていると、何とも言えない素晴らしい気持ちになる。まあ 気を引き締めなきゃ危ないこともあるがな。そう言うとミミズクは渦を巻いている真っ黒な嵐の雲に巻き込まれた時の話をしてくれました。ひょうや稲妻の中で何時間もの間、もみくちゃにされたという話でした。ウォートンはミミズクの話にすっかり引き込まれてしまいました。もう一杯お茶いかがです、ジョージミミズクは 空っぽになったカップを見て言いました。ああ、ついでもらおう。お茶をつぎながらウォートンは言いましたね。ジョージ、他のミミズクがみんな眠っている昼間に飛び回るなんてずいぶん抜け目がないですね。うーん、そうかね。ミミズクは鼻を鳴らして言いました。それはな、わしが一晩中起きていられないからそうなっただけの話だ。最後の夜の狩りに出かけた時には、帰る途中で眠ってしまってな、蜂の巣にドシーンだ。 見たこともないほどバカでかい蜂の巣だった。ミミズクはその時のことを思い出し、肩をすくめて見せました。ウォートンはクスクス笑い出しました。するとミミズクはもっといろいろな話をしてくれました。ウォートンも夢中になって耳を傾けました。次にはウォートンが話をしてミミズクが聞き手に回りました。夜もすっかり更けてから、やっとミミズクが言いました。うん。 くたびれた。もう一言だって喋れんわい。そしてミミズクは眠り込んでしまいました。ウォートンはカップを片付けるとろうそくを吹き消し、横になりました。穴の中は真っ暗でシーンとしています。ウォートンはこれからどうしたらいいか、よーく考えてみようとしました。けれど、目まぐるしい一日だった上に、初めて経験することばかりで、頭が疲れきっていて、さっぱりいい考えが浮かびませんでした。ウォートンは、 すぐに軽いいびきを立ててぐっすりと眠り込みましたというここまでのお話でございます。えー、いかがでございましたでしょうかあ、もう本当やっぱちょうどね、20分ぐらい、えー、かかりましたけど。<laughs> どうですか <laughs> こんな感じっていかがですかえあ、面白いってこれ多分うちのジュニアですね <laughs>。さあ、これ後半、後半、後半楽しみな人。 どれこれこれ後半この話どうなっていくか楽しい写真ありますかまた今日後半の絵描かなきゃいけないですから <laughs> <laughs> まあね今日はあとコーナーがねあったんですけど飛んでしまいました <laughs> えこんな感じあっスノラさんもありがとうございますサンキューありがとうございますえあでねあの今週う 月曜日か金曜日はね、えー、10時半からあ60分間、こうね、キュートタイムやりますが、木曜日のですね、えー、23日、今週23日木曜日、えー、夜のキュートタイムということで、20時からですね、えー、やりたいと思います。どちらかと言いますと、今世界的にですね、木曜日の夜8時から、こう、医療従事者に対してみんな拍手をしようという時間になってるんですよ。ですから、私もですね、えー、この木曜日の 20時、夜のキュートタイムをやることにしました。テーマがもうここの時はテーマを決めてます。ありがとうです。ね。ありがとうのテーマの話をしたいと思いますね。皆さんもね、今までこう生きてらして、こういういいことがあった。ね。こういうことがあった。っつうね、メールで、LINE でもない、メールでもこう言うんでください。それをね、こう、皆さんにね、お伝えしたいなと思います。テーマはありがとう。23日の夜、20時、スタート。 テーマ、ありがとうでいきたいと思います。サンキューということでございますね。え、えー、そうだら今日はね、聞いていただきましてありがとうございます。こんな感じでどんどんね、えーえー、突き進んでいきたいと思いますのでね。のどうもありがとうこの後楽しみ、嬉しい嬉しい。みんなありがとうお、にみちゃんもありがとうね。みんな、皆さんありがとう聞いてきて、ありがとう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 じゃあね、また明日10時半から